僕にとってダンスとは僕と誰かをつなぐためのツールみたいな感じですね。大事にしている言葉が、想像とは思慮深い模倣に過ぎない、合わないだろうなっていうものを足してみたりとか、そういうことから何か新しいものが生まれるのかなっていう、その言葉を聞いて思ったので、いやーって思うことでも一回トライしてみるみたいなのが僕の中で大事にしていることですね。みんながいるからできることっていうのがたくさんあるので、難しいですけど楽しいし、まずはメンバーに感謝してますね。パフォーマンスリーダーだっていう肩書きをみんながくれて、お仕事とかやることもあるんですけど、この曲はどんな曲で、その中でもこういう歌詞でこういう雰囲気、揃え方にもすごいたくさんのバリエーションがあるなって気づけて、こう何かでその人の人生を少しでもいい風に変えられたらなっていうのが僕の夢ですね。